平沢さんの曲は結構弾きますよ。平沢さんの曲好きだから。アークのオープニング？ OK, アーク、大事。少女レイ。あ、少女レイってピアノで弾けば綺麗な曲ですね。ではちょっとそこで選んでしばらく弾くので、みんな気楽に聴いてくださいね。行ってきます。